テレンテレン、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 テデルルルン。おもちゃで遊んだんですか？そうですか。なんて言う。本当に？じゃあ今からママおもちゃを片付けするね。うたも。うーたんも？いつもさ、おもちゃでたくさん遊んでさ。あったった。ありがとう。いつもおもちゃを片付けしてくれてありがとう。お湯。本当？はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日は今見てもらった通りおもちゃがねひっちゃかめっちゃかになっております。ということで今日はおもちゃのご紹介をね簡単にしつつ、おもちゃのお片付けお掃除をしていきたいと思います。毎日やっているわけではなく定期的にやっています。たくさんのリクエストありがとうございます。じゃあやっていきましょう。我が家のおもちゃの置き場所はソファーの横のすごい広い出窓があるので、その場所をうまく活用しておもちゃの置き場にしています。朝おちびさんがこう遊んだままになっています。こんな感じです。でおちびさんお人形が大好きなので、こんな感じでめちゃくちゃ並べられています。これは私が並べたわけではなく、おちびさんが並べています。この横の空間にはまあ車庫みたいになってますね。おちびさんの車と自転車なんですけど、アンパンマンのね、足でこうスースースーって漕ぐやつなんですけど、ここがなんかプラスチックみたいになってて外ではできないんですけど、お家で遊べるようにいただきました。アンパンマンのやつです。これはおちびさんがさっき乗っけてましたね。はい、キティちゃんも大好き。お誕生日の時に買ったんですけど、言葉図鑑っていうやつで、ここで日本語と英語にカチッて切り替えられるんですよ。で英語にすると全てタッチしたものが英語で聞こえます。で日本語にすると全部日本語でカバンとかなります。これお勉強にすごくいいかなと思って買いました。ちなみにおちびさん今2歳なんですけど、これは7ヶ月の時ぐらいに買ったものですね。この音楽が大好きみたいで未だに遊んでくれます。こういう音楽が好きみたいで。愛犬のココルイがいるんですけど、ココルイにねちょっとおしっこかけられちゃったりとか、なんかペロペロ舐められちゃったりとかする時もあるので、はい、定期的に拭きます。でそこで使うのがこれね、めっちゃおすすめ、もう先に言っとくんですけどめっちゃおすすめ、ザ・マジックウォーターっていう商品なんですけれども、なんとこれ水から生まれたクリーナーのスプレーなんですよ。水から生まれた汚れ落とし、ザ・マジックウォーター。水だけなのでキッチンの油汚れやおもちゃの洗浄、まな板の除菌など様々な用途にお使いいただけます。電解アルカリ水のため菌を30秒から60秒で除菌します。特許製法により塩素の混入がなく、金属に使用しても錆びることがなく、はい、使えるというものです。ほんとマジックウォーターなのでマジックのようにいろんなものに使えちゃいます。で拭くものは雑巾とかでもいいんだけど、こう厚手の紙みたいなダスターを毎回使ってます。洗っても使えるぐらいこう厚いペーパーみたいな感じのものです。今はもうおもちゃにおしっこをするってことはなくなったんですけど、おちびさんがまだちっちゃい時とかはおもちゃにおしっこをすごいかけてました。そして最近買ったこちらのおままごとのねやつなんですけど、今までマジックテープで留めるこういうもの持ってたんですけど、今は磁石でくっつく木製のものを新たに買って、おもちゃは使わないと意味がないので、なんか最近飽きてるなとか最近使わないなって思ったおもちゃは次の子のためにこう綺麗にして保管しといたりとかで、どん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 興味を持てるおもちゃを買うっていうスタイルです。おもちゃっていうのはただ遊ぶだけじゃなくて、こう頭のトレーニングとかにもいいと思ってるので、どんどんこうチークおもちゃとかをこう使ってもらうように心をかけてます。けどなんか最近こういう木製のものが好きみたいで、こういうものを新たに買いました。野菜とかはねこう繰り返し言うっていう動画を見させたりとかして、お野菜ほとんどね言えるようになりました。玉ねぎえんえんえん、トマトはトントントンだっけ、きゅうりはキュッキュッキュッ、かぼちゃはチャッチャッチャッみたいな、そういうのをなんか流して覚えましたね。これ何って言ったらトマトとか、玉ねぎじゃ切ってくださいって言って切って、あ、もう揉むってやったりとかして遊んでます。
じゃん、こちらも最近購入したんですけど、リンゴの絵が書いてあって、リンゴのりって書いてあったり、本のほ、メガネの目、キツネの木、あとこういうあいうえおの表があるんですけど、この目はどこって言って表の目っていうところに置かせたりとかしてるんですけど、その表の紙を破られてしまって今はないんですけど、ひらがなのお勉強とかをするようにしてます。でもね、やっぱ今はまだ2歳になったばっかりなので、こうやって積み重ねて遊ぶっていうことの方が興味があるみたいで、そういう遊び方をしたり、ドミノみたいにこう一個一個並べてバーって倒して遊んだりとかしてます。これもね、ちゃんとおちびさんが全部この中に入れて、バラバラしたおもちゃがあるんですけど、これも自分でちゃんとこの中に入れて、さらにこの巾着に入れてここに置いていました。ちゃんとね、お片付けができるんですよ。ちょっとこの巾着裏返しになってる。おもちゃの名前がわかんないんですけど、うまくね、組み立てすればお家を作ったりとか、なんかロボットみたいなのを作ったりとか、そういう遊びができるもので、はい、これを友達にいただいてすごい気に入って使ってます。四角は四角、三角は三角ってまとめてしまってくれてます。こちらにあるおもちゃはこんな感じ。一応ね、これでもおちびさんが自分でこのカゴの中にそれぞれ遊び終わったらしまうっていうことをやってくれている状態です。なるべくね、おもちゃは自分でお片付けして、自分で取り出すいところに、置きたいところに置いてもらうっていうスタイルなので、こうやって見るとごちゃごちゃなんですけど、おちびさんなりに多分お片付けしてくれているつもりなんだと思います。はい、アンパンマンピザ屋さんがあるんですけど、ここにアンパンマンピザがあと5枚あるはずなんだけど、こういうこまごましたものはね、なくなっちゃいますよね。これもね、 YouTube を見てすごい欲しがったので買いました。ピザを運ぶ車とか、あ、この中にピザが1枚入ってた。アンパンマンのキャラクターもほぼね、言えるようになりました。電源のオンオフっていうのはおちびさん自分でできないので、オンにした状態で常にあります。これは収納しているカゴたちはすべてニトリのものです。前に動画で紹介しているので、そちらを概要欄に貼っておきます。この辺はピアノですね。折りたたみのピアノで、曲もすごい入ってるので、これおすすめ。あの、楽器屋さんで購入した。これはこれすっごいおすすめです。あいうえお ABC 欲張りお稽古っていうもので、音の出るチーク絵本、本屋さんで売っています。これで ABC の曲を覚えたりとか、 ABC あいうえおっていうのも言えるんですけど、こういうので一緒に遊びながら覚えました。あいうえお1,2,3,4,5,6,7,8,9,10っていうのも10まで言えるんですけど、これもね、こういうので押して覚えさせたりとかしましたね。こんにちは、さようなら。これはこれについてくる楽譜です。これはシールブック、うーたんが好き。お出かけするとき使おう、これ。あ、絵本はうーたんどこだっけ。ここにあるんだよね。まだここに以外にもあるんですけど、絵本はここにあった。ピザミッケー、なんかザラザラするな。うーたん、これすごいバラバラになってるんですけど。で、こちらアクタスで購入したこのお絵かきできるおもちゃ、こう磁石でピタンピタンってやったりとか、こうやって描いて遊ぶやつですね。これもニトリのもので、これをこう立てて入れます。これも四角とか三角とか、もうちょっとこれよりもレベルの高いものです。鍵も3種類あって、鍵で開けないと中身のものが取り出せないっていう仕組みで遊べるようになりました。あとはこういうガチャガチャ、絵本はね、ここにまとめましょう。ピアノはここでしょ。アンパンマンのこうブーンって運転するやつ、これはコストコで購入したものかな。これも ABC が覚えれるものです。あ、これは、あ、これもシールブック、100均で買ってます。ダイソーです。これも YouTube を見てて欲しがったので買いました。これもなんかすごいザラザラしてる。見ておこう。お金を入れないとここが押せないんですよね。あ、押せた。ここもね、ちゃんとこう、いちごはいちごで分けるように入れれるようになりましたね。ここにね、入れるアンパンマンのお金がね、あるはずなんだけど、それがちょっと今ないな。バイキンマンのゴミ箱。
ガチャガチャで集めたおもちゃはすべてこの中に入れてます。このガチャガチャのおもちゃにカプセルに入れて遊んだりします。お金はどこ行ったのかしら。で、このね、ワンワンのおもちゃはずっと昔からあります。これでね、ほんと服とめちゃくちゃこうピカピカになるんですよ。不思議。この音楽をかけてこうやって遊んだりとかするして、すごいお気に入りだよねこれね。でもここに置いといて、アンパンマンのブロックです。はい、おもちゃのお掃除とお片付けはこんな感じです。まだまだ本当おもちゃあるんだけど、ここにあるものはもうおちびさんに選ばれし者たちっていう感じの、はい、おもちゃでーす。お気に入りで最近よく遊ぶおもちゃたちです。だいたいこの辺にいつもお人形がいます。ここで、プルートここでいい？で、これは寝室持ってこう。なんでキティちゃんバイクこう乗ってんの？ここでキティちゃんも。はい。キティちゃんも。あんまりこうおもちゃがガチャガチャ見えてるのは本当はね嫌なんですけど、おちびさんがこう人形大好きだったり、こうおもちゃをねすぐこのソファーのところから取り出して遊んで、自分でちゃんとお片付けできるっていうこの空間を作ってあげるようにしてます。ここに置いときましょう。いらっしゃいませって言ってんの。これはイケアのキッチンなんですけど、主人のお母さんからもらいました。あ、ここにアンパンマンのお金いっぱいあった。これはいつもここにもう置いちゃってます。いつでも遊んでくれるように。この中にもイケアのケースにこのおままごとグッズを入れてます。あ、麦茶が怒ってる。ちびさん、これをねドラえもんって言うんですよ。ドラえもんに見える。うーたん、これ何々していい？それ何？あ、ちょっとこれどうすんだっけ。これいつ使うんだっけ。これハッピーバースデートゥーユーでしょ。おや、みんなにバイバイして。バイバイ。バイバイ。はい、という感じで我が家はおもちゃこんな感じでしまってて、おすすめのおもちゃを紹介してくださいっていうリクエストも多くいただいてるんですけど、その子によって好みが違ったりとか遊び方が全然違ったりとかするので、まあ、参考程度に見てもらえたら嬉しいです。このおもちゃ気になったっていうものがあったら、お子様に、買ってあげてみてください。その何でもかんでも買い与えてもなんか、なんか教育にいいのかなとか思っちゃってたんですけど、なんかそれが今おちびさんがすごいおもちゃでたくさん遊ぶようになって、おもちゃのおかげでいろいろ学んだこともあるし、いろんなおもちゃに触れて遊び方っていうのも変わってくるし、なんか面白いなと思って、おもちゃってただ遊ぶだけじゃなくて成長にもこうつながるし、頭の回転っていうか脳にもいいんだなと思って、おもちゃはどんどん喜んで買ってあげる、できるだけ多くたくさんおもちゃを使ってもらうっていうのが最近ね思うようになりました。でいくよ、せーの。この動画が良かったよって思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。